エドワード・アンドレードを、エドワード・アンドレードは、イギリスの物理学者、作家である、アーネスト・ラザ・フォードとガンマ線の波長を測定する、実験を行った。一般的に有名になったのは、BBC ラジオの、リスナーからの質問をもとに解説する番組、ブレンズ・トラストの出演者になったことからである、ロンドンに生まれた、セファルディムで聖のダ・コスタ・アンドラードはその羊を示して、 いて、ポルトガル出身の商人を先祖に持つ。ハイデルベルク大学で博士号を得た後、1914年に短期間ではあるが、当時、マンチェスター大学の教授であったアーネスト・ラザ・フォードの元で働き、ラジウムからのガンマ線の波長を決める実験を行った。第一次世界大戦中は、イギリス陸軍砲兵隊で働き、1920年に、 ウーリッチの兵器学校の物理学の教授となった。1928年から1950年の間、ユニバーシティカレッジロンドンの物理学の教授を務め、1950年に、王立研究所の科学の教授職に任じられた。王立研究所では3年間働くが、研究所の改革を企て、所員の反対を受け、辞任した。 王立研究所のクリスマスレクチャーで1927年、1943年、1950年の3度講演をしている。第2次世界大戦中の BBC ラジオのリスナーからの質問をもとに解説する番組、ブレンズトラストの出演者として有名になった。1958年に王立協会からヒューズメダルを受賞した。ありがとうございます。